千葉県立房総の村は、千葉県印馬郡栄江町にある県立の体験型博物館。敷地は栄江町と成田市にまたがり、龍角寺古墳群、岩や古墳、旧学習院初等化制度、旧おこかみや住宅など、国の史跡、重要文化財が良好に保存されている。旧学習院初等化制度敷地は、ふるさとの技体験エリアと、ふどきの丘エリアに分かれる。 全社のエリアには、江戸時代の昇華、武家屋敷、農村などの復元展示や、江戸時代後期から明治時代の街並みを再現しており、ドラマや映画のロケ地としても有名なスポットとなっている。武家の武術から村の鍛冶屋など様々な伝統技術の実演や制作体験が当館内の全の施設で行われており、昔の生活様式や生活技術を直接体験することが可能な、 体験型博物館となっている。ふど農の丘エリアには、日本でも、有数の古墳群のある、丘陵地に設けられた国の史跡、龍角寺古墳群、岩屋古墳が含まれ、移築された歴史的建造物やふど農の丘資料館がある。また、無病息災を炎に祈るどんど焼きや、ひな祭り、秋の祭り、七夕、狂言や大道芸など伝統行事、郷土芸能の再現にも取り組んでいる。 1988年には来館者からの要望に対応して食体験の施行をはじめ古代米の料理やかまどでの炊飯、炭火でのうなぎのかば焼き作り、水溶缶作りなどの食べ物でも実際の製作体験をできるようにしている。なお、当館に移築された古民家は開館当時は法律でかやぶき屋根での復元が不可能だったことから鉄板吹きの屋根とされたが、 規制緩和により2008年に鉄板からかやぶき屋根に修復することになった。旧おこかみや住宅1976年7月に開設された暴走風土記の丘は千葉県内で唯一の考古学専門の博物館であった。2004年4月、隣接する暴走の村に統合された。総面積約32ヘクタールの敷地内には復元古墳である。 流角寺古墳群第101号古墳など、古墳78基のほ他不時のお菓子寮館がある。また、明治32年建造の学校建築である、重要文化財、旧学習院初等化制度と、安永9年に、安房群丸山町に建てられた、重要文化財、旧おこかみや、住宅、寛永4年に、ふっつしかめ沢に建てられた、県市定有形文化財、 旧平屋家住宅の二棟の民家建築が一区公開されている。1991年10月27日に古代と同じ方法で製鉄の公開実験をし、1992年4月1日には、埴輪の模型を並べて、当時の配列も復元した、龍角寺古墳群大101号古墳を公開する、全国的にも珍しい復元古墳を作るなど、復元にも力を入れていた。 園内はバリアフリー化されており、設備的には段差や傾斜などがほぼ解消され、車椅子での利用が十分に配慮されている。歴史的な街並みが再現されていることから、たびたびロケ地としても使用されている。ありがとうございます。